エスパルダムのケイスケとシャングルカーティカーこちらもはーい。さあ、ということで、ただいま2022年12月27日でございます。はい、はい、もうクリスマスも終わって土平日、はい、これが上がってる頃にはもう2023年なわけですよ。そうですね、はい、で、僕たちまだ上げたことのない動画がありまして、それがですね、 FR トライブは年越し何をしてたんだということでございます。はい、今まではあの夏休み密着とかゴールデンウィーク密着とかいろいろ休みに密着してきたわけなんですけど、今回は年越しの瞬間をカメラに押さえてきてもらおうと思います。でもこれはリアルな感じでいいんじゃない？リアルな感じで大丈夫です。あ、よかったよかった。はい、多分おのおのやっぱ大晦日はイベント作りがちだと思うんで、どこに行くかとかみたいな絶対予定はあると思うんで。俺俺予定あんねんけどさ、クソおもんなそうやねん。いや、まあでもそれがお正月ですから。まあね、はい、でもこれやっぱみんな何してるか気になってますから、プライベートで。そうなの、 YouTuber としてのじゃなくて一般人としてのエスポが気になってますから。なるほどね、はい、なので年越す約10分前ぐらいからカメラ回してもらいたい。あー、オッケーです、オッケーです、はい、なので皆さんに今からエスポルトライブの大晦日を見てもらおうと思います。はい、はい、はい、ということで VTR スタート。はい、ということで大晦日密着なんですが、僕はですね、なんと後輩たちと年越し箱根旅行に来ております。あーたー、やばい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、すいません、お世話になってます。っていうのも、まあ、この予定は僕はまあだいぶ前から決まってましたね。はい、はい、あれいつぐらいやったっけ。2ヶ月くらい前です。そうやんな、はい、10月中旬ぐらいに、はい、義士とカズとヤジと俺で遊んでて、はい、で、うわ年越し旅行行きたいなみたいな話してて、そっからこの旅行が実現したわけなんですけど、はい、はい、で、1週間前ぐらいにはるかがうちに来て、はい、あとは部屋1人行けるから来たらって言ったら行きますっていうことで、はい、来ちゃいました。すごいよ、ようこそ。ありがとうございます、追加されましたっていう感じ。ゆっくりしてて、はい、スクワットとはフィッシャーズのダーマさんの鬼ごっこの時からちょっと仲良くなりまして、はい、まあ、そっから月2、3ぐらいで会ってるんかな。そんくらいではもうお会いしてて、12月はもうすごいことになって。12月やばいよ、やばいです、はい、1週間ほぼ一緒にいた時期もありましたほぼ一緒でした、本当に。それぐらい仲良くなったみたいな感じで、はい、まあ服脱いで笑い取ろうとする。やめてください。脱がされてるだけです。脱げ脱げって言うじゃん。そうでもなんか波長が合うっていうか、ね、笑いのツボが一緒っていうか。いや、本当に嬉しいっす。そんな感じで今年後輩ではコムドットと一緒ぐらい仲良くなったんじゃないかな。うわあ、嬉しい。ぐらい。もう昔なくなったやっちゃったんだよ。いい年だったよ、今年は。はい、なので、まあ、年越しまで あと8分ですよ。やば、やば、早っ。11時52分ガチっすか。なのでプレミアルモルツ用意させていただいて、はい、うわぁ、これで一旦忘年会と言いますか、はい、今年お疲れ様でしたを、はい、やりましょう、やりましょう。今年の2022年お疲れ様でした。お疲れ様でした。2023年もお互い飛躍できるように、はい、頑張りましょう。はい、ということで乾杯。乾杯。乾杯。いただきます。乾杯。やっぱプレモルやな。やっぱプロモルですね。やっぱ。はい。あんな。どうした？どうした？お前らどうした？やっぱプレモルっすね。顔がちょっと歪んでるで。やっぱもうこれが一番うまいっすよね。スカートお酒飲めないっす。はい。言ったじゃないですか。はい。いや、5分もやって。やばい。さあ、23。もうですよ。やっぱなんかやり残したこととかないっすか？今年。もう5分。やり残したこと。はい。なんかあれば僕らが協力できることであれば。今から間に合います。達成しましょう。使ってください。やり残したことか。はい。マジで。カズの表聞いてない。うわっ、ここまで5分以内に見てよ。俺も行くか。じゃあ俺も頑張るわ。ちょっと待って、俺さっきまでいっぱい出てたから。今年最後の部屋誰が一番最初に出せるか行きましょう。はい、はい、はい、はい。いや、俺も早いんだけど。え、早い、待って、誰。うわー、よいしょ。音が甘い、音が甘い。え、もうちょっといいね。いいね。おお、すごい。でも今今年最後の部屋はケイスケ君だから。そうやで。あ、今配信されたらやばい。最後にならなきゃ。負けたけど最後最後だよ。待って、今年これで終わるんすか。ヘディア、ヘディア争って今年終わるよ。ケイスケ君、ケイスケ君、これ聞いてほしいのが、こっちからの匂い来てないんですよ。ああ、だからそっちの匂いだ。そうだね、はるかが食らってんなら。いや、いや、俺今時間差できたもん、臭いの。そうですよね、の、時間差。ケイスケ君は臭いわけないだろ、お前ら。お前ら、あと4分、あと4分。誰が一番最初に明けおめライン来るんやろな。うわあ、めっちゃおもろいっす、それいいっすね、それめっちゃおもろい。ちょっと携帯持ってきますか。はい、ということで、私島袋の年末の過ごし方です。実はですね、ここ金沢駅です。っていうのも、なんとかね、年末の過ごし方に密着ということ
なんとかしてもちょっと家帰ろうかなと思ってギリギリ帰ってきたわけなんですけど、ただいまの時刻が11時41分で、実家の最寄り駅に着く時間が11時59分と。そうなんです、家に帰る頃にはもう1月1日と日にちをまたいでおりますと。あ、今来た電車が来たことなんで、その来た電車に乗って家に帰ろうかなと思っております。まあ、ちょっとお家帰ったらまた回していきたいと思います。はい、ということで皆さんこんばんは。ただいまの時刻11時408分。もう休みの日なんてこんなんよ、俺頭もボサボサだし。はい、ということで年越しの瞬間は僕は実家ですね、基本。で今ざわつく年越し不思議大賞を見ながら年越しをしてます。ちょっと髪気味な。はい、疲れてるのかもしれない。疲れちゃっても眠いんだよ実は、全員ね。はい、ということでご飯を食べたら年を越します。はい、ということでただいまの時刻は12月31日の11時51分。あと10分ほどで年越しの瞬間でーす。今屋台でちょっとね牛タンとか買って食べるとこです。はい、牛タン。うまい。ご飯欲しい。でもご飯の代わりにビールがあるんですね、今年の僕には。うまっ。今近くの怖い、喧嘩が起きた。隣の通りでめちゃくちゃ喧嘩が起きそうでした。え、今ガチリアル喧嘩やったな。怖かったね。マジ見てる。無言で掴みかかってうわーってやってました。というわけで年越しの瞬間は言ってなかった、寺みたいなところに来てるんですよ。寺神社か、神社、神社だ、神社に来てて、で屋台とかもあるから人もたくさんいるみたいな感じで、本当に結構カウントダウンギリギリになったら神社の前あたり行こうか。それまではここで飲み食いしましょう。はい、ということで年末年始何してんのっちゅうことで、僕はですねただいま現在自分の自宅におります。時刻は23時59分。もうラスト1分で2023年に切り替わるということで、僕は友達いないんで一人で過ごしてます。まあ昨日までいろいろ仕事とかで稼働してまして、ちょっともうシンプルに寝たいなっていうところで、今日は一日寝たりとか、あとちょっと掃除したりとか、あとブラックリストを永遠見てました。あと10秒ぐらいで年が変わりますということで、じゃあ映しておきましょうかね。はい、ということでハッピーニューイヤーということで、もう今から2023年がスタートといったところでございます。まあ、僕結構こういうなんていうんですかね、新年とかそういうの別に興味ないんで、今見てるみんなはもう何も変わってないでしょ。2022から2023になっただけなんで、2023年はおのおの名前を挙げてエスポールトライブとして全体で名を挙げていくっていうところを常日頃から思って1年行動していきたいと思います。でこんな感じで鍋はさっきちょっとつっつきつつなんか晩酌みたいな感じで僕は年越しを迎えました。みんなは何してるんだろうね。ケイスケはねちょっと予定を知ってるんですけど、それ以外のメンバーはまあヒロトも多分嫁だと思うんですけど、こっから年末年始の休みがちょこっとだけねエスポあるんですけれども、まあ編集はあるので編集もうまく進めつつ少しねリフレッシュしたいと思います。ということで改めて皆さん2022年ありがとうございました。そして2023年はエスポの年とみんなが思ってもらえるようにみんなで頑張りますんで、何卒メンバー一同よろしくお願いします。ということで僕は一人で年を越す寂しいアラサーゴリラでございました。皆さんはいくつになってもお友達と年を越せるような関係性を築いてください。それでは次の人へ。ということで最寄り駅今降りました。そして降りたと同時に12時ちょうど迎えました。12時回った瞬間にヒカキンさんにちょっと新年の挨拶の方をご連絡だけさせていただこうと思って、12時になる瞬間を張ってたんでドタバタしました。一人で静かに無事遅れました。ということで駅に着いたんでこのままお家に向かっていきたいと思います。やばい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 。あと22、待って俺20、21、22、23、24、25、26、27、6、5、4、3、2、1、ハッピーニューイヤー。2023年でーす。ありがとうございます。1月1日、あげましておめでとうございます。おめでとうございます。お願いします。今年もよろしくお願いします。お年玉ちょうだい。はいはいはい、はい
はい、このカバン、はい、誰ですかね。このカバンの中にある金全部いい、はい、やるんで、いい、俺のだよ。はい、2023年、はい、初乾杯、はい、今年も、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。いただきます。うまいね。秋雨ライン来ました。いや、来てない。僕ゼロっすね。俺もゼロ。すいません、僕もゼロです。やばい、みんなツイートに忙しいね。秋雨ですか。はい、ということで僕らは年越しを密着だったんで、これでこの動画終了なんですが、はいはい、改めまして2023年、視聴者の皆さんもどうぞよろしくお願いします。お願いします。マスクアウトとはウームでも一緒ですから、はいはい、お世話になってます。一緒にウーム盛り上げましょう。お願いします。はい、ということでケイスケの年越しは後輩と箱根旅行でございました。ということで今年もよろしくね。バイバーイ。バイバーイ。やがてシンデレラが頬が溶けて気が気だって。はい、ということで年越しまであと26秒。いやー、どうでした今年の1年間。あなた楽しかったです。そうですか。どうですか。いや、もう大変な1年間ですよ。もうそれは。そうですね、はい、俺は今年はゴルフをやりましたね。覚えましたね。あとまあゲームをいっぱいしまくった年なんで、来年もゴルフと、あ、3、2、1、ハッピーニューイヤー。君はシンデレラか、my precious one。 ということで、年明けましたけど、今年もよろしくお願いします。今年もよろしくお願いします、はい、お願いしますね、皆様お願いしますね。活躍を期待しております。はい、まあ、何があるか分かんないけど、俺はマジで、テンション上げ下げはせずに、まあ、スンの状態でやっていくので、よろしくお願いします。ドラゴンボールの頭みたいじゃない。まあまあ、ちょっと怒ってるからね、今。なんで俺今日ジャニーズカウントダウン呼ばれてないんだろうっていう怒りですわな。じゃあ皆さん、僕のガラス少年で、ガラス少年。はい、ということで、2023年も変わらず生きていきたいと思います。ということで皆さん、今年も一年、よろしくお願いします。はい、ということで、お家に帰ってまいりました。ということで、ただいまの時刻が、0時44分と、深夜なんですけど、ちょっとなんせ急いで帰ってきたもんで、ご飯を食べてないということなんで、父親とご飯食べに行っていきたいと思います。じゃあ、ちょっから用意していきましょう。トゥル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 。はい、ということで、ジョイフルにやってまいりました。ジョイフルに来たら、ヒカルさんとジョイフルさんのコラボのメニューがあったので頼みました。こちら、冗談抜きでうまいハンバーグ&エビフライを頼みました。では、ゆっくりちまちま食べていきたいと思います。いただきます。うん、うまいな、これ。冗談だけどうまいぞ。ビーフシチューっていうかな。うん、そんな感じのソースだ。まあ、こんな感じでお正月は父親とファミレスに行ってご飯をゆるく食べてるって感じですね。まあ、お互いの近況報告のバネもなりますし、それじゃあ食べに行きます。人がやばいっす。もうめちゃくちゃ並んでる。参拝したいのに。したいのに。したいの。みんなしたいんだよ。みんなしたくてできなくて並んでる。すごい。じゃあもうさ、うちの前とかにする。あ、そうだね。今門の前に来ました。もう人がいっぱいすぎて移動してたら20秒あったの。まだ20秒。ちょっと誰かカウントダウンして。10 9 8 5 4 3 2 1。ハンク、神社でギャル2人見つけました。ピカチュウ。お、これジョヤやん。ジョヤの金も久々に聞いた。おお、とりあえず年越しの瞬間も捉えたので、もうちょっと屋台でなんか食べながら参拝して帰りますか。というわけで、僕の年越しの瞬間は奥さんと神社で参拝&屋台で食べ歩きでした。はい、ということで皆さんには大晦日の映像を見てもらったんですけど、改めましてどうでした大晦日。楽しかったわ俺。
旅行行ってたよな。そうやで、楽しそうやな。確かに行ってたね。逃走中見ながら旅館でゆっくりしてた。俺はもう旅行からもずっと YouTuber と一緒にいた。ああ、そう、もう年末からずっとやろ。大晦日か1、2が後輩たちと過ごして、3がテオくん、ニコちゃん、ヒューガと原宿で、うん、出た出た出た、急に集まって、でその次の日ヤマトとあっちゃんとディズニー。ディズニー行ってきた。ディズニー行ってきた。で6日がコムドットの裏方たちで、コムドットに早めの誕生日を祝ってもらえるっていう、みたいな感じでずっと YouTuber といいね、いらっしゃい。僕は俺もう体調不良でずっと家、40度出てたもんな。40度、まあ今でも鼻声なんだけど、病院の先生を家に呼べるのよ。ええー、そこで呼んで、正月から鼻の奥のあれやって、痛っ。まあどっちも陰性だったんだけど、そんなことできんねん今。そう、最悪のスタートダッシュ。最悪で、まあここまで落ちたらもうないでしょぐらい。だから俺は年越し一人で過ごしたのよ。あ、そうなんだ。もう寂しく、もうてか俺別にそういうイベントことあんま興味ないというか、撮影終わってその日の夜俺も体調崩しまして。え、あ、そうなんだ。そうなの、俺も体調崩したで、俺がツイートに対してガチヤマカロリーナに来て、俺も若干みたいな。でも俺はすぐ治ったんや。あ、そうで、よかったと思って、で3日とかに親友ともう今年初サウナかましてきて、5回ぐらいくつ止まって、でそっから昨日かちょうどテオくんが急に電話来て、それで今から遊ぼうよって言われて、テオくん、ヒューガ、ユータとか、あ、スノボー組ね。そうそうそう、4人で。俺スノボーも誘われてたんだけど、まあ体調も悪かったしっていうのを断って遊んで今日っていう感じですね。僕は石川に帰って、1、2、3はまあ毎年まあ挨拶回ったりしてるんで、まあ何も変わらない毎年の年の始まりでした。俺は実家帰ったりしてましたよ、奥さんと。なんかね、嫁さんの実家行って自分の実家行ってみたいな、ね、そう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 、なんか親戚周り的なね、うん、あとばあちゃん家2人で行って挨拶したりとか、てな感じで終わりました。え、お前甥っ子に嫌われてるっていうの、超好かれてる。どうやってやすの、どうやってやすの。何歳。3歳。なんて呼ばれてるの。ハムハムーハムー、うんうん、はいはい、ハムー、パウッと解決、パウパトラワルって言ってんの、ほんまに。ってやると、めっちゃ笑う。家族系ね、ヒロさん。そうだね、家族系だね。ということで、みんな楽しい正月を過ごせたわけなんですが、もう今回の正月なんか、俺、客観的に見てて、YouTuber みんな遊んでて嬉しくなった。いや、なんか YouTuber、特にコムドットがね、ヘイフラなんてもう、久々すぎて、嬉しかったもんね、そのメンツで遊べんねやっていう。俺じゃないの、嬉しい。いや、そうやで、ほんまに、みんななんか、それぞれ写真投稿、ストーリーとかされて、うわ、みんな遊んでるわ、みたいな。遊んでて嬉しくなるってなんかすごくない。え、嬉しいよ、ほんとわかる。それでもなんかみんなその絶対休みがさ、かぶることほぼないわけ。ない、ない、ない、ない。それがカメラを回さず休日一緒に4組が一緒にいるっていうのがすごかった。そんなにヤマトとかうち泊まってたから。いや、そう、俺だ、あの人それやばいよね。びっくりしたよな。俺ケースじゃない、すごい嫌やろと思って。何してんのこいつと思って。俺最初コラだと思って、あれ。いや、マジでマジで。それぐらい衝撃なことじゃん。マジ衝撃やった、あれは。いや、山が2日間いて、マジで動画のこと忘れて楽しんでたから。2日もおったんや。ガチで楽しかったです。すごい良かったね、みんな。いや、マジで良かったわ。いや、俺なんか友達いないソロ YouTuber の立ち回りしてたやん。マジで。そうやで。な。いや、改めて思ったね。友達は多い方がいいって。そうやな。いや、まあまあ、俺関係ないけどね。無理な正月やったし。体調がね。ということで、まあ僕らは31、1、2、3、4、5、6という約1週間の正月休みをもらってリフレッシュできたので、ここから2023年ぶっ飛ばしていきたいと思ってるので、皆さん、ぜひ応援の方よろしくお願いします。お願いします。はい、というか当分休みはないで。ああ、言っとくけど、お前ら。え、1週間休みやってんから。俺だけちょっと別で枠くれ。2日でいい。無理。ダメ。いや、もう1週間休みやったから。こっからはとりあえず春休み終わりまでは走り抜けましょう。ああ、そうだね。まあそうだね。半年に1回ぐらい紙休み欲しいね。うん。作らんけど。はい。何？欲しいなって。ということで、皆さん、改めまして、2023年、スポールトライブをよろしくお願いします。お願いします。ということで、また明日の動画でお会いしましょう。明日は何が何がわかりません。バイバイ。バイバイ。
者 GO エスポワールトライブ時代を変えるために今アクションやがよ12345動画再生数急上昇難問ばかりのダンジョンみたいな関門抜ければ感動折れない心を持つのがマストエスポワールのインパクト